遠山さん、はい、ショベルハンドの購入の動機をちょっと教えていただきたいんですが、まあ、ご覧の通り、あの藁が台風の19号の被害で寄ってしまったので、うん、まあ、それを、まあ、手でやるのがかったりでたまたま今もあったんで、まあ、利用させてもらおうかなと思って、まあ、YouTube 見せたら、いいものがあったんで、まあ、購入したわけですけども、ありがとうございます。なんとか活躍してくれると思います。はい、よろしくお願いします。はい、はい。